どうも、てるえもんです。今日なんですけども、オートデスクフュージョンに新しく機能として搭載されました、こちらの部品表について、えー、少し紹介していきたいと思います、えー。私もですね、完全にこの機能を理解してるわけじゃないんですけども、えー、フュージョンですね、アップデートして起動しました。こちらのアイコンがですね、表示されまして、これ何だろうと思って見ていたら、部品表というものでしたで。こちらもクリックしますと、こういった 部品表がですね、表示されます。今でもですね、部品表っていうのは図面作成のところでできたんですけれども、今回ですね、こちら 3D モデルの方からも部品表っていうのを確認することができるようになりました。で、これ、バーをスライドしていくと、いろいろこちら表示されています。で、これが数なんですけど、これ多分もっと左持ってきたいって時はドラッグしまして、ちょっと動かしていくことができますね。よいしょ。はい。 そうしますと、モのシスタンド1、え、市中側2、沢2、タイガニみたいなですね。数も確認できますと。で、こちら設定からですね、いろいろチェック項目を外したりもできるの、あの、表示するものですね。表示にもできたりするので、例えばサムネイルいらないよとか、外部参照とか、説明、この辺は入れません、とかですね。とやってこともできます。 こうまずね、シンプルにしていくこともできますよこと、ねで。このボタンを押しますと、ロード中ということですね。と材料なんかを表示できます。で、こちらですね。エクスポートすることもできまして、Excel とか CSV に書き出すこともできます。押しますとですね、こうううにファイルダウンロード中ってなりまして、 終わります,ですね。ここに表示されます。ちょっと一回開いてみますね。どんな Excel ファイルかと言いますと。よいしょ。こんな Excel ファイルになっています。こっちですね。最初にちょっと出していたものだったので、ちょっと今。 終わったらこちらの方をダウンロードしてみたいと思います。で、またですね、こちら、リンクをコピーして、ブラウザで開くこともできます。例うう感じですね。はい。こちら、ダウンロードファイルってあるので押していきますで。そうしますと保存する場所を聞かれますので、これで保存していきます。 はい。はい。このですね、こちら、数量、材料ってうですね、並びのものになってますね。こちらに表示しているものがエクスポートできたという形ですね。 はい。こんな形で、まあ、部品の数とかですね、を確認したりとか、エクスレンですね、部品表をエクスポートしたりすることができるというような機能になっていますね。こちら。で、ブラウザの方にアクセスして確認することもできますと。はい。まあ、こちらですね。こういった、あ部品表を見れるよっていうだけのちょっと紹介になりますが、新しく。 えー、搭載された機能だったので、ちょっと簡単ですが、えー、ご紹介させていただきました。はい。それでは今回の動画はこれで以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。